はい、それではカンコレオ実況プレイしていきたいと思います。 E の5に出撃するメンバーと装備をちゃちゃっと説明して、まあ、すぐ出撃しましょう。大市副砲2門と高評価的デンマヤが主砲副砲3式応急、ハグロ以下同分で、春菜ちゃんが46、41、3式弾女神、今後さん46、46、3式女神で、北神様副砲副砲小兵的と、はい、こうなっております。で、それでは出撃しましょう。46のね、数が増えてると思うんですけど、昨日回したらクエストがてら回したら出ました。いや、 E の5出撃前に出るなんて、なんてラッキーなんだ。 E の5サーモン海域最深部、ここに武蔵が眠っておられるのか。私が姫を起こしに行こうではないか。私はロータ王子であるぞ。それでは出撃。違う、どうしよう、ちょっと待って、みんなごめん、テンション上げるだけ上げて、みんなごめん。あの一応さ、遠征やるか。出花くじいてごめんな。ちょっと、これコメントでいただいた、駆逐2、軽空母2の、これでボス支援かけたいと思います。いってらっしゃい、頼むよー。はい、これで準備 OK で、みんなちゃんとキラキラもついてるから OK。 最新部行きましょう。眠り姫を起こしに、王子がいざ参る。でね、コメントが多かったんで、雷順に、従順に、金剛にが安定度。いや、どうしよう。これ、陣形は単中か、単王がいいというコメントがありましたね。単中で行きましょう。で、北神様、大市は、副砲2門の、連撃装備。で、金剛型に、2隻入れたら、北ルートに行くと。で、その北ルートは戦闘が1回少ないのでおすすめ。真ん中はおすすめしないという方が、何人かいました。あーうち、一歩目中波。これは E の4の悪夢再来ですぞ。で、2戦目は敵が残ってると野戦からヒルに移行するから、服従か単従で敵を全滅させる。オッケー。ボスはヒル戦で、艦載機が飛んでくるから対空装備が必要。まあ、艦載機対策としては46センチと3式弾で対空対策を取っております。で、支援艦隊の方は、機関だけキラキラつけておけばいいみたいですね。で、現在バケツの数は482個あります。で、資材も燃料5万以上、弾薬5万以上あります。はい、全部使う気で来ました。ここここじゃないんか、ここは気のせいだったんか。で、次これか、上ルートっていうのは。しかし上ルートは見るからに外れルートがあるが、それでも上ルートの方がいいんでしょうか。で、ここで服従か単従人か、一応服従人試してみますか。これで倒しきれないようであれば、次から単従人でやっていきます。頼むぜ。おっしゃ、いいとこ落とした。うわ、そっかフラッグ、敵は空母いるからラッキーと思ったんだけど、攻撃してくんだ、忘れてた。いや、戦艦来るぞ、攻撃。おっと、ワンパン怖い。しかしワンパン避けた。あー、これさ、女神より電炭の方、うおーが危ねえ。電炭の方がさ、命中率アップしてよかったかもしれんね。なかなか当たらないな。うおっと、よし、なんとか抜け。これヒル
昼行かなかったね。このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。あれ2戦目は敵が残ってると野戦か昼に行こうって確かコメント見たんだけどな。まあ何かしら条件があるんでしょう。はい、私には分からない条件があるはず。まあそんなことは気にせず行きましょう。まあラッキーだったと思う。でここは、おお、渦潮で弾薬36。あ、電弾持ってきてないから結構吸われる。頼む頼む、したいってしたいってしたい。ギョエー、嘘。一発目からこれ、ほんまに夢じゃなくて夢落ちやろこれ。夢落ちやろ、俺信じてるで。昼やし。うわー、単中人でよかったやん。服従選んじゃった。あー、お仕置き部屋ってやつか。やられたぜ。これ本当に上ルートの方がいいの？全然ボスにつきそうにないんだけど。押し置きされまくりなんだけど。うわー、敵強。まあなんとか春菜がおとりになってくれてるからいいんだけどさ。それでもこれ被害が出てるな。今んとこ上3席が無傷だけど、まだどうなるかわからんな。ターン数的にはまだまだあるから。ヒルだって2回回ってくるでしょ。うわー、はあ、あらら、全然こっちの声通らんな。はるなちゃん盾になってくれ、頼む。これもしかして敗北か。うおー、大破2隻出た。まあでも、まあでも北神様はそんなに修理費用かからんからいいかな。はい、それでは先ほどと同じ構成で E の5出撃しましょう。もちろん E の5となると全員キラキラ付けは手を抜いておりません。全キャラキラキラ。副獣人、次の2歩目んとこはもしかしたら単獣の方がいいかもしれませんね。前回全然落としきれてなかったけど、ヒルは免れれたというかなりラッキーな部類だったと思うんで、単獣人で命中率アップで敵を落としていこうと私画策しております。よし、これはノーダメで終わったか。やった。おお、これってまさかまさかの完全勝利。おお、いいですな。悪い気持ちじゃないわね。また頑張ります。この辺いいのごっつってもやっぱ、おお、金剛お姉様のすごいな。綺麗です。経験を積んで姉様にって言っても、道中ドロップは大したことないんだろうなって言おうとした瞬間、冷えが出ました。いや、結構金背景道中で出るんだ。へえ。じゃあ E5 はなかなか道中ドロップ悪くないかもしれませんね。まあそうなってくると一番期待できるのがボス道路ですよね、もちろん。さあ、単獣人試してみましょっか。さっき副獣人だった、どれぐらいの違いが出るのか。まあ相手にダメージを与えるのは増えるだろうけど、こっちが受けるダメージも増えるっていうのが恐ろしい。そうなんだ、相手のさフラッグ空母ずるいよな。うわー、ワンパン来るぞ、ワンパン。あ、ワンパン避けた。あ、おっと、軽順のワンパン来るぞ、軽順のワンパン。あ、軽順のワンパンはまだ緩かったな。あ、どうだろう。あ、単獣の方がいいな、ここ。うん、全滅させれた。2歩目は単獣で行きましょう。まあ、たまたまうまくいったっていう可能性もあるけど、まあ、何回か単獣試してみて、
安定しそうならそれで続けていくって感じかな。ナチだ。私はナチ。よろしくお願いする。ナチってほんとスタイリッシュなキャラだよな。結構好きだよ。はい、ここでーす。これほんま下行くん？あ、行った。よーしよしよしよし。ここの2分の1きついね。けど構成が緩い分、まだ、ボスに到着できるね。で、ここ昼でしょ。さあ、楽しみ、初ボス。と言われて沈むバカがどこにいる？待てと言われて待つバカはいないだろ？それと同じや。行くぞ。で、相手関西機飛ばしてくるんでしょ？知ってるよ。もうコメントでアドバイスいただいちゃってるからね。こっちは三式弾と46積んでるんやぞ。そんなもん聞くか。よしよしよし。お、来た。支援艦隊どんだけ飛ばしてくれる？おお、一隻落とした。ナイス。そして姫に行った。ま、あ、反抗線引いちゃった。あー、外した。どうだろうか。反抗線引いたけど、それなりに。あー、まず、浮くっていうのを落としてほしいな。浮く落とそうぜ。その辺落としとかなな。夜勤じゃない。夜勤って仕事の話ってどうすんねん。あの、野戦に行った時。おお、一発当たった。野戦行った時さ、攻撃が分散するから。そう、春菜ナイス。賢いな、春菜ちゃんは。金剛ちゃんも見習おうで、春菜ちゃんは。おっと、で、雷撃がどこに刺さっていくか。よし、いい、いいよ、いいよ。これで残り3隻。さあ、敵に行ってくれると、敵に行ってくれるとっていうか、まあ、全部敵に行くんやけど。まあ、ボス、カットインが、わーい。ちょっと待ってよ、46センチ2門積んでる。よっしゃ、あとみんなボスいけるよ。ハグロッチいけるよ、いけるいける。よっしゃ、よっしゃ、あれあれ全然通らんダメージ、嘘。あ、でも北神様が通した。今のね、同行戦だったらもしかしたら敵落とせてたかもしれんな。私悪い気持ちじゃないわね。どうしよう。また頑張ります。あんね、支援艦隊駆逐に軽空母2だけど、もしかしたらもうちょっと増やしていいかもしれんな。あと2隻ぐらい。よかったわ。はい、それでは再出撃しましょう。キラキラ漬けを、はい、毎回やっております。帰ってきてはキラキラ漬け、帰ってきてはキラキラ漬け。これは出撃時間よりキラキラ漬け時間の方が長くなりそうですね。一歩目は副獣人、二歩目は炭王人。さあ、姫のワンパン避けた。あとはそうだな、駆逐のそこだな。たまにな、駆逐艦のエリートじゃないわ、フラッグがカットインでね、大破まで持ってきてくれる時があるんだよね。あれが恐ろしい。おお、副獣人でエース、やるじゃない。あら、私悪い気持ちじゃないわね。また頑張る。まあ、ボスそれるルートはあるんだけど、あ、またいいえ、よく出るな。綺麗です。あれか、アイアンボトムサウンドで、ヒエと霧島沈んだからか、結構出るように調整されてるんだろうな。これね、確かにね、E4 と比べると、精神的には、多少マシかな。まあ、外れルートに行く確率がどんなもんなのかによるけど、今んとこは今んとこはだけど、まだ言うて2回しか行ってないけど、マシかな。
ボスも昼だから、こっちに夜に行くかどうか決定権もらえるからね。おーっと、2隻残した。どうする、ワンパン、ワンパン避けた。そして2隻目、2隻目のワンパン来るぞ。おお、すごいすごいすごい。フラッグのワンパン2回避けたのは、みんなこれは褒められるべき仕事をしたね。やった S だ。今んとこ2回連続完全勝利じゃない。この完璧なままボスに行きたいけど、こういう時に限ってボスそらしていくのがロータ提督流奥義ってやつだな。さあ、ロータ提督の奥義炸裂するか。ここさ、電探も出た方がいいかな。なんか女神積んできてもそんな言うて大破しないんだよな。運かもしれないけど。お、行った行った、やったやった、運がいい。ノーダメじゃないこれ。まさかのノーダメでボス。こいつは運がいいぜ。だが断る。だが断る。だが断る。大事なことなので3回言いました。はい、行きまーす。さあ、今回の俺はテンション高いぜ。E の4の反省を生かして今回はテンション高めに実況やっております。さあ、何隻落としてくれるか。おーし、また1隻、あー1隻落ちてないなんてことだ。あ、これ T 字線フリッポへ。やっぱりダメージ量でわかるんだよね、だいたい。やっちまったな。せっかくさ、ノーダメージついて運いいって思ったら振り引くってさ。いやー、やっぱロータ提督はなんか持ってるね。何か悪いものを持ってるねなんか背負ってるわ俺。浮き3隻は落としておきたいところだな。まあ T 字線不利だから相手のダメージも、まあ、なかなか通りにくいっちゃ通りにくいんだけど、でもね、やっぱ与えたいから同行戦引きたいよなみんな。下2隻ぐらい落としてほしいのに落としてくれへん。どないなてんのこれ。よし、さあ、的を減らしてからの姫攻撃頼むぜみんな。よし、1隻落とした。野戦行ったらもうあれよ、 T 字線振りとか関係ないよ。うわお、よーし、ハグロ狙った。おーっと、よし、落としたからいいよ。今後上行こう。よっしゃ、行ったのに行ったのにカスダメ。うわー、まあいいか。まあでもちょっと削れてるから。まあ T 字線不利にしてはみんな頑張った方だな。活躍できて。おっとおっと、伊勢型の一番艦伊勢参ります。よく戦艦出るな。はい、行きます。先ほどと同じメンバーです。お、ゲージ回復してるかな。なんかそんな気がする。やっぱ E3、E4 と比べてゲージの回復量も早いんだろうな。回復するスピードが。それは困ったな。キラキラつけてたら結構時間かかるからな。でもキラキラもあるないと、じゃあ結構変わってくるとは思うんだよ。ちなみにね、E4 の裏話をすると、前半はキラキラ付けしてたんだけど、後半に至ってはバケツぶっかけてもうそのまま出撃してました。キラキラ付けてもね、もう2歩3歩で大破するんで、もうキラキラ付けやってられるかーってなってね、頭がちょっと暴走しだして
精神崩壊起こしてね、もうキラキラなんか知るか言うて、そのまま出撃してましたね。でもね、この E5 はまだなんだろう、まだ今んとこは精神的にゆとりがあるから、キラキラ付けもやっていけそうな気はする。ただボスルート外れるのがね、精神的に来るんだ。床ドンしたくなってくるからね。おお、そこダメ。大一と北神様はね、柔らかいからあんまり狙わないであげてって言ってるそばから狙ってくる。わあ、当てなかったか。これさ、やっぱりほんまに、嘘、マジか、昼なったけど終わった。そうか、やっぱ敵残してあかんのか、あっこの戦艦残してあかんっぽいね。あら、私悪い気持ちじゃないわね。これ女神積む意味あるんかな。おこんにちは、E58 です。こうやって呼んでもいいよ。二学なんかないよ。よっしゃー、嬉しい、来たゴーヤ。俺ね、潜水艦ゴーヤ持ってなかったんですよ。イムヤとイクとハッチャン持ってるんだけど、ゴーヤだけ全然出なくて、よかった、初めての初ドロップゴーヤ、嬉しい。これだけでもいい子に来た甲斐があったわ。よっしゃー、収穫ありだ。おーし、しかもボスにも到着したし、なんだろうこの満たされた感じ。いいよね、もうずっと見たことあるカンムスばっかだったからね、嬉しい。沈みなさい。今ゲージこんだけか、一つぐらい削れたぐらいか。あと1回2回3、4、5、6、7、8回ぐらい、7、8回やらないといけないくらいかな。おーっと、まさかのここで大破だと。これもしかして同行線あたり引いてるかもしれんな、このダメージ量。まあそれはそれでありがたいんだけど、同行線じゃないこれ、反抗線、何反抗線で大破だと。そんなバナナー。まあその代わりハグロちゃんに攻撃が集中してくれると俺的には嬉しいかな。ハグロちゃんごめんね、こんな悪いこと言っちゃう提督でごめんね。よし、あと下2隻ぐらいは落としておきたいな、野戦行くまでに。その辺どうですかね、カンムスさんたち。おー、俺の話をハルナちゃん聞いてくれてたね。おー、金剛さんも聞いてくれてたけど、1残し、よし、1残しは蓬莱で、よしよしよし、悪くはない。まあ1隻大破してるけど、展開的にはそこまで言うほど悪くないよ。ほいほい、あー落ちなかった。おいちにやって、おいちにやって、うわー、そこにある。このカットイン大体混合に入るよな、なんでなんだろう。よっしゃ、残り、よーし、いいぞ。あとはもう2隻姫狙ってくれたら。よっしゃ、北神様の攻撃が残ってる。まあまあ落とせはせんかったけど、いいでしょう。だってね、今まで反抗線と T 字線振りと反抗線とって悪いのばっか引いてるにもかかわらず、ここまで攻めきれてるっていうのは素晴らしいな。最終決戦に至っては支援艦隊に正規空母や戦艦混ぜていきましょう。それで北神様は最後の最後でカットイン装備にしようかなって考えております。
艦隊が帰ってきたな。